皆さんこんばんは、上原貴子です。お忙しい中、たくさんの方がこの完成披露試写会に、来てくださり本当に嬉しいです。約1年そうですね、撮影からあって、この日を迎えられたことがすごく嬉しいです。今日は最後まで、ゆっくり、映画を楽しんでください。智子と実際 の私の年齢が近いということもあって、その夢を追いかけてこう東京に来てっていうあたりだったりとか、結構こう私の人生と重なる部分もすごく多くて、あ、こういうことを思ったことあるな、悩んだことあるなって、なんか一つ一つなんか自分と重ね合わせながら、演じることができました。そうですね、もう13、14ぐらいの時に私も上京しまして、若い頃っていうのはなんか照れくさいのか、なかなか故郷を思うっていう気持ちがなんかないわけではないんですけど、なんか帰るのが照れくさかったり、両親といることがちょっと恥ずかしいっていうことがあったんですけど、やっぱり年々こう地元のそういう空気に触れるだとか、なんかその愛というものが増してきて、今はそうですね、やっぱりちょっとそういう気持ちになると一日でも時間があったら帰ったりとか、なんかそのこの映画でもあるんですけど、自分のふるさとに戻るとなんかまたこうリセットできる、私にとってそういう、こうリセットしたい時だったりリフレッシュしたい時に、ふるさとを思い出しますね。はい、今回私もこの撮影で初めて鳥取に、行きました。この作品は鳥取の皆さん、三朝温泉の皆さんのご協力あって、完成した作品です。そうですね、本当に温泉いいなとか、ふるさといいな、なんか自分のふるさとに帰りたいななんていう、すごくあったかい気持ちに、なれる作品なので、皆さんもゆっくりこう、そうですね、温泉にこう浸かっているようなリラックスした気持ちでぜひ見てください。よろしくお願いします。